ね、急に始めたのに見に来てくださってありがとうございます。シェアしとこうかな。シェアできるかな。これやってんのかな。うん。できてるかな。あ、待ってありがとうございます。デイデイ。デイデイ。ベイベビーテタタタウィズウィズ今日ちょっとちゃんと歌いましたよ。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。ケンさんありがとう。ケンさん、しんのすけさんもありがとうございます。嬉しい。ちょっと待って、今日めっちゃクマがやばい気にしないで。今日も可愛い、ありがとう。ピカの帽子、ピカの帽子やで。ピカルン可愛いの、ありがとう。配信率高い、嬉しい嬉しい。見に来てくださってありがとうございます。チュラッチュラッ、こんばんは、こんばんは。今夜当たったらピカルンのうちわとスケッチブック持っていく予定。絶対当たりますように。ピカが願っとく、当たるように。カポンさん、昨日のポケモン配信7時間くらいしてて、すごいこんばんは、こっちも遅くの配信見てて急いでこっちに来ました。嬉しい、ありがとうございます、来てくださって。あさやさん、ハートありがとう。ピカチュウは、ピカチュウ、ピカチュウありますよ。ピカチュウいますよピカーディアホー。ライト、メインかい？ライト今つけてますよ。くまちゃん、くまちゃん、くまちゃん、くまちゃんかわいいな。こんばんは、こんばんは。間に合った、ピカルン、こんばんは、こんばんは。さっきピカルン専用スケッチブック買ってきた。嬉しい。めっちゃ嬉しい。やったー。楽しみにしとこ電車の中なので音声なしで見ています。お、これ読んでもじゃあ聞こえてないかな。音声なし、ヘッドホンのガチとここんばんは、こんばんは。元気そうで何より。そう、元気ですよ。かわいいね、ありがとう、嬉しい。こんばんは、こんばんは。ちょっと危な、終わったりとかった。ピカチュウ、ピカチュウあられちゃん冬眠した。あられちゃんいますよ。あられちゃんね、今1階にいてるけど持ってこようか迷うなあられちゃんいますよ。元気ですよ、あられちゃん。ピカキョウやこんばんは、こんばんは。理解使ったから目立つはず。ほんまにいいじゃん、目立ってなんぼですからねチラッチラッ、似合うかな思ってたけど着ててよかった。よかった。ピカルン好きな気持ち、12月も継続でいいのでしょうか。いや、もう一生でいいですよ。12月もじゃなくて一生です。ありがとうなんかこれ新しいやつ考えたなありがとう。ドゥイ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 、なんでドゥイドゥイになったんやろ今思ったけど、でここしかやってないのありがとう。コウさんありがとう。よかも応募したで当たりますように、当たりますように、当たりますように願っとこうこんばんは、こんばんは。チラッチラッこんばんは、こんばんは。ね、あられちゃん下で元気ですさっきまでのしてたで。ここ、8日の公演入りたい。8日の公演ね、ちょっと久しぶりでもないけど、よ、今日も7日も出ないんで緊張してますね。12月マピカルンの公演で見たい。絶対当たる、見れるって言っとく見れるよ、見に来てくださいこんばんは、こんばんは。元気そうで何より。めっちゃ元気ですよ、元気。こんばんは、こんばんは。来週のオンラインお話し会も楽しみ。来週はサンタさんとパジャマの日ですねあられちゃんって睡眠時間何時くらい、何時、睡、就寝時間か、就寝時間何時くらいやろ。でもいつもなんか
そのトカゲってライトがあって、そのライトを消すともう寝ちゃうんですね。からどうやろう、でも人間と一緒ぐらい10時11時とかに寝ますね。よくも休めなかったせい、そうなんや。またね、機会があったら。あ、倒したけんちゃんさん、ハートありがとうございます。こんばんは、こんばんは。かるんちゃん、お疲れ様、ありがとう。なかなか公演申し込めなくてごめんね。全然やで、来れる時にピカに会いに来てください。こんばんは、こんばんは、こんばんは。初見さんやな、こんばんは。猫たちも寒さに負けず元気にしてる。元気にしてますよ。でも今寝とるかも。下であられちゃん持ってきていい？あられちゃん寒いかな、この部屋。こんばんは、こんばんは。お、ハート100個突破ありがとう。こんばんは、こんばんは。僕はお話し会もユニフォームで参加する。ユニフォームあっけ、あわえたか。こんばんは、こんばんは。トークはパジャマ着た方が。いや、一回パジャマいいな、パジャマで。けんちゃんさん、だるまありがとう。あられちゃんって部屋の中お散歩とかさせるの？だいたいピカがつきっきりかも。猫ちゃんがねいるので、襲ってったらいかんから、ちょっとね自由にはさせれないんですけど、ピカがいたら。あれ、どこや。こんばんは、こんばんは。けんちゃんさん、だるまさん、ありがとう。こんばんは、こんばんは。かるん、最近寒いから風邪ひかないようにしてね。バチシ。コロナ後遺症大丈夫かな。次の公演木曜日かな。木曜日、木曜日、多分木曜日かな。もう後遺症は大丈夫ですよ。こんばんは、こんばんは。お、だるま100個受け取ってありがとう。けんちゃんさん、寝ろ。あれ、トカゲかな。あ、どうやって寝るね。トカゲね、なんかあられちゃん、あ、なんかちょっと特殊なのかな。なんか普通にペチャーって寝る時もあるし、なんかガラスにへばりついて寝てる時もある。へばりついてっていうのはなんていうんやろ。こんばんは、こんばんは。ピカルンがどんな格好でも僕はいつでもユニフォームめっちゃいいやん。それは抜き通すみたいな。髪が、髪生えとる。ピカルンのランナーズハイめっちゃ好きやね。嬉しい。あられちゃんって寒がりなんかな。トカゲは基本その気温、気温っていうんかな、合わせてその体温が、体温イコール気温みたいな。なんで結構寒いとね、寒さには弱いかな。ひかるん、こんばんは。カビゴン帽子かぶってる、帽子かぶってるよ。あられ不足、え、あられ持ってこよか。公園で最善復活したよね。お互い緊張しそうね。緊張しそう。つよさん、ハートありがとう。こんばんは、こんばんは。ごめんなさい。こんばんは、こんばんは。来年のオリックスの期待の選手は、でも森友哉さんめっちゃ気になってるね。期待ですよ。こんばんは、こんばんは。来年はピカリンが好きなオリックス選手のユニフォームを買うかな。ねえ、来年めっちゃ迷ってるんやな、誰買うか。もうね、今の時期は売ってないっていうか、来シーズンかな、からね、誰にしようね。迷ってる。中川選手の顔かもね、思ってるけど。67 何の67やろ。こんばんは、こんばんは。あられちゃんの書き方はひらがな、カタカナ、どっちなの？ピカの中ではひらがなです。ピカルン、お疲れ様。こんばんは、こんばんは。お疲れ様で、ありがとう。この前は上宗さんのサードユニ来てたね。来てた、サードユニね。あれ、ウィル、ウィル、あのニックネームの方を買いましたよ。ヤモリいるんやけど仲良くなれる、仲良くなれるんかな、どうなんやろ。食べちゃったりして。こんばんは、こんばんは。冬眠、あれ、これトカゲ冬眠しないの？え、どうなんやろ。でも
ずっとライトつけてるから大丈夫やと思います。こんばんは、こんばんは。体温調節できないからね、たまにカチカチになったりしない。そうって多分めっちゃ寒いとなるかも。こんばんは、こんばんは。持ってくるしか、え、持ってこよか。あられちゃんみたいなピカヘビとかも触れるの。ピカヘビ触れますよ。ごめん、せっかく可愛すぎ、マジで。可愛い選手のように可愛いことは決まってる。いいやん、めっちゃ。チャーケーキの持つ時に足殴りけの負けてないの、すごい嬉しい。こんばんは、こんばんは。大学の後輩がドラフトでオリックスに。すごい、実は。すごい。すごい。来年の中川選手の日本が背番号がどうなってるのか気になる。それな。チャーケーキさん、私は買おうと思ってた。思ってた。じゃあちょっと中川選手買おうと思います。神田さん来てくれるといいなね。こんばんは、こんばんは。中川選手の8番2番見たいけどな。わかる。これと結婚したい。結婚はまだ早いっすね。こんばんは、こんばんは。堀選手オリックスに移籍するんで、知らなかった、知らなかった。もうね、オリックス来ますよ。これを機にオリックス一緒に応援しましょう。YNN 24時間楽しみですか。めっちゃ楽しみ。トカゲにあれさ乗せるくらい、いや、なんやろ。ちょっとあられちゃん持ってきていいですか。ちょっとコメントが読めてないんですけど、昨日さんのイナーツへの実況会終わりましたかね。ヒートテック着てたことを忘れて、ヒートテック着ながら踊ってました。あられちゃん買うことになったきっかけってあるの。もともと爬虫類が好きで、お母さんは説得めっちゃして、まあ普段頑張ってるからいいよみたいな。12月になって寒くなってきたね、雪乃ちゃんに温めてもらわなきゃな。何だっけ、雪乃が温めてあげるよみたいな。こんばんは、こんばんは。阪神関係の番組は NMB よく出てるね。オリックスはピカルの可能性がね、いつかたいね。またお揃い家になってもらうね。お揃い、オリックス春キャンプ近いから見に行きます。いいなぁ、めっちゃ。しかも行きたいな。こんばんは、こんばんは。笑顔が世界一可愛い、嬉しい、ありがとう。ご結婚してこうさん、ありがとう。こんばんは、こんばんは。今日のあさりのグラタンでした。あさりのグラタンすごいな。こんばんは、こんばんは。ついに大名デビューしてしまいました。ピカとっくにしてます。だから暑いんかい。そう、暑かった。こんばんは、こんばんは。チラッチラヒートテック着ながら踊ったら汗やばそう。やばかった。こんばんは、こんばんは。雪乃ちゃん今日は一日毛布に車つったみたいでかわいい。こんばんは、こんばんは。どうも来たで、いらっしゃい。かわいい、ありがとう。僕は始球式みたい。できれば来年のチケット申し込んだしね、したい。始球式ノーバンでいけるかな。いや、やばそう。ノーバンね、難しいよね。練習試合のキャッチボールね。こんばんは、こんばんは。あられちゃん持ってこようか迷ってます。でも持ってきたら一瞬ピカはここを離れることになります。カビゴンベレー帽かぶってる。かぶってますよ、カビゴン。1分で、あられちゃんを持ってこようか。あられちゃん待機。ちょっとじゃあ、あられちゃん持ってきましょうか。ちょっとじゃあ、皆さん、1分ぐらい。ちょっと待っててください。1分。1分、いけるかな ?1 分。ちょっと、バイバイ。待って、足しびれてる、死ぬ。待って、痛い。よいしょ、あられちゃん持ってきましたよ。ちょっと爬虫類ね、
苦手な方申し訳ないんですけど、あ、ごめんごめん、あられちゃんです今日楽しかったね。あ、靴履いてるの、靴履いてるのバレてたキュウキ来たらピカルン先輩だね。どんな先輩になるのかね。ねえ、自分でも想像つかへん3分以内は大丈夫で、いや3分以内は大丈夫って。こんばんは、こんばんは、僕頑張ってる、ありがとう。てら行ってる、戻ってきましたよ、ピカルン。ヤッホー。爬虫類、爬虫類です。フトアゴヒゲトカゲっていう種類なんですけど、やばい、ヒートテック見えてる。あれれちゃんちょっとね太ってきちゃって、階段の音割れた。え、階段の音聞こえてた。トカゲですよ。ジャングル探しするんかな。1、2、いやどれぐらいでも落ち着きだったかな。階段、階段、そう階段、いい、広そう、いい、広いんかな。6、2、じゃあ待って、めっちゃ足しびれてる、やばい、動きおかしかった、めっちゃおもろい、わー、そう、これあられちゃんですよ、笑って。長い階段でしたね長いかな、何段ぐらいやろ。うおうお若い、ただいま、かわいいかわいい、色変わってない。そう、双子ヒゲトカゲはね、ちょっと大きくなると色が遅くなっちゃったりするんですよ。オリックスアピール、好きアピール大事、オリックスアピールしていきますよ。キャーキャー固まってるやん。さ、あられちゃんのお腹あったかいな。で、長いシャツ、そう47秒、うぬい、47秒で帰ってこれた、よかった。こんばんは、こんばんは。大きくなったのと黄色くなった、黄色くなったんかな。あられちゃん来たよ、はじめまして、はじめまして、はじめましてですよ、あられくわ大丈夫、よかった、思ってたより大きい、いやめっちゃ大きくなりました。多分皆さんが知ってるあられとはちょっと違うんじゃないかと。痛い、あられちゃんおひさですよ。黄色い部屋にいたの、黄色い部屋、黄色い部屋、大きくなった、大きくなりました。あ、待って、あられちゃんミラーボール、ありがとう、ありがとうね、大きくなったよ。40秒でこれ、40秒でこれ、久しぶりで、あられ兄さんね、可愛いでしょ、可愛いよあら、あら、こんな色だとね、ちょっと薄くなっちゃったかもしれない。前はもうちょっと柄がはっきりしてたんですけど、あられちゃん、そう、あられちゃん呼ばれてんで、おとなしいね、ね、比較的おとなしいですよ。この種類は結構飼いやすいらしいです。珍しい色ね、珍しい、姉妹、姉妹でかなってない、でかなりました。今日クレシムちゃんが配信したのメイクやばいです、ハゲつが画面から消えても大丈夫、大丈夫そのまま行っちゃったよ、すげえな、すげえ、やった、やー、やっほー、かわいい、かわいいでしょ。ちょっとさ、あられさん、その体勢めっちゃ偉いんやけど、成長しましたよ、かわいい、かわいいって。こんなオレンジっぽかったっけ、どうやろう、前から結構オレンジやったから、でもそっか、でも柄が薄なってきて黒っていうの、結構全体的にオレンジになりました。イグアナトカゲ、イグアナ、これはフトアゴヒゲトカゲっていう種類なんですよ。多分ペットショップにも多分普通に売られてますよ、よかったら皆さん探してみてください。綺麗な色やね、綺麗ですよ、色変わる、もう変わるかな、どうやろう。でもね、脱皮する前になると、あれなんですよ、白くなっちゃうんですよ、ここが。脱皮の時手伝ってあげたりするの、基本手伝わないです
あんまし負荷になっちゃうんでね。いや大きなってオレンジ見ました。やっぱ増しましたかね。餌は何？餌は基本菜食で大丈夫なんで、小松菜とか野菜とかフルーツも結構食べますよ。でもあれもあげてる、ミルワームの乾燥したやつがあるんですけど、それを手でやってます。こんばんは、こんばんは。トカゲか。そう、トカゲですよ。おとなしい、おとなしいですよ。すごい、初めて見た。初めて見ました。キュウキと鉢合わせした。鉢合わせしてないです。あー、いや、ちょっと待ってわぁ結構大きいね、ピカの顔と比べたあられちゃんの餌は何あげるのって。あられちゃん、小松菜、かき、人参。でもそんなフルーツ系そんな好きじゃないな、あられちゃんは。あられちゃんはね、小松菜が大好きなんですよ。あられちゃんの首かしげてる。あられちゃんの大好物は小松菜が大好きなんです。結構大きいね。そう、結構大きいんですよ。あられちゃんお気に入りのね、持ち方があって、それをしないと落ち着かないんですよ。ちょっと内側に持ち直しますね。あ、落ち着か。待って、足しびれた。やばい、めっちゃビリビリしてるすごいかなってる。こんばんは、こんばんは。餌はコオロギとか。コオロギね、あげたことないですね。ミルワーム結構あげてるね。いいもの食べてるんやね。あられちゃん結構ね食べてます。あの、その普通に売ってる市販のカリカリみたいなやつも食べますよ。太あごひげとかげ用の。噛んだりしないの。一回噛まれたことあります一回だけね。でもそんな痛くなかったです。これあられびっくり、でかい、でかいですよね。やっぱりでかくなりましたよ。尻尾まで合わせるとこんな感じですね。一回ね、ピカは大阪にある爬虫類カフェに行ってみたくて。飼い始めた時どれぐらいの大きさだったの。え、でもめっちゃちっちゃかった。これぐらいのこれぐらいの、買った時はこれぐらいの透明な箱に入れて渡されたんですよ。けどもうそれに入らないくらいでかくなりました。色のイメージ違う。こんなに鮮やかな色でしたっけ。オレンジ味がみんな増したって言いますね「いいね」って。いいね、やった。何食べるの。野菜とかね、多いね。綺麗な色ありがとう。ちょっと下ろしますね。身の動きかわいいな。身の動きかわいいってよかったな、あられ紅葉の季節だから金確かに紅葉みたいな色してるな。お疲れ様、あられ様のお腹の中配信見てます。え、あられのお腹の中にあるの。1期生は NMB カジュアルパーティー、いつから参加するの。え、いつからなんやろ。そもそも参加するのかな。しんのすけさん、ありがとう。あれ、ミラボラ、ありがとう。ピカロン爬虫類好きなの。ピカロン爬虫類大好きですよ。カエルもヘビも好きです。大好きですね。カメラ目線笑ったやって、はい、ブランケットの上に乗せました。あれ寒いな。あられちゃんを温めてあげるね。見てる見てる。メンバーの頭に乗せる動画撮ろう。メンバーを振り落とされそうやな、あと。うわーって言って。でもね、さくちゃんに写真を見せたら可愛いって言ってました。あられちゃんにミラーボールありがとう。もう猫も避けて通るんじゃない。あのね、くーちゃんの方、女の子なんですけど、その黒猫の方がそのあられちゃんと仲良くてですね、頭スリスリしてますよ。
あられちゃんがレスくれた。レスした。えらい子。やればできるじゃん。この前見たときは手のひらに乗るサイズ大きさって に大きくなってびっくりね。成長しましたよ。あられそろそろ爪切らな。痛い。立派な顎引き。そうなんですよ。結構動いてるから体温まってるよね。ね、あられちゃんのお腹あったかいんですよ。カエルみたいな顔よくな。まあ爬虫類顔ですね、やっぱり。爬虫類やもんな。何年くらい生きるの。え、どうやろ、何年ぐらいなんやろ。教えてあられ。でも結構生きるんじゃないですかね。でもちょっとあられはちょっと肥満なんで、ちょっと痩せなきゃやばいです。長生きできないよ。もう餌をあれだけ食べちゃうんで、すぐ太っちゃいます。こんなに大きくすぐに大きくなるんだ。そう、双子ヒゲトカゲはね、結構すぐ大きくなりますよ。あられちゃんとの握手会開催してほしい。やって、あられするか。泣いたりするの。泣いたりはしないです。めっちゃ無言無言。こんばんは、こんばんは。あられちゃん色変わった。やっぱ色変わりましたかね。もう脱皮した。今は脱皮全部しましたね。双子ヒゲトカゲはね、ちょっと部分的に脱皮するんです。頭とか手とか体で部分的にするんです。顎の下モフモフしてるの。モフモフしてないですね。なんかチクチクなってる。まあ痛くないんですけど、トゲみたいなのがいっぱいありますよ。太いのお腹しゃ、お腹やばいですよ。お腹見てください。やばいですよね。めっちゃあがひげがあるので、ここいっぱいありますよ。ちょっと苦手な方ごめんなさい。餌は何食べるの。小松菜とか、その市販で売ってる餌とかですね。ミルワームもあげますよ。ヤイネアピカと同じくらい大きくなるかしら。ちょっとそれ怖いな。3ヶ月くらいです。手のひらぐらいか。めっちゃ大きくなってるやん。めっちゃ大きくなってます。お、あられが指の上に。あ、待って、ごめんなさい、中指。ごめんなさい、めっちゃ無意識にやっちゃった。どんな触り、肌触りですか。ザラザラしてる。なんか友達に触らしたら、たわしみたいって言われました。白いあられちゃん写真撮って送ってないって。送るか。何倍がおかげ宣言。100回おめでとう。そっか、今日100回目や。今日は劇場の方でポストカードも配られていましたね。100回で。はじめまして、はじめまして。ベジタリアンか。そう、結構菜食ですよ。ジャイアントミルマ、普通にこれぐらいのちっちゃいやつ。ワーム食べるのね。そう、乾燥したワームをね、ペットショップで売ってるんで、それであげてます。こんばんは、こんばんは。あ、ヒゲみたいになってるとこ柔らかいな。硬い。めっちゃ硬いってわけじゃないけど、柔らかいってわけでもないか。めっちゃ知らんけど、お姉さん、お姉ちゃんのケイチさんは爬虫類好きだったはず。そうなんですか。爬虫類好きの人が増えてほしいなと思ってますね。動物性タンパク質も大事か。あ、待って待って、めっちゃ歩いてった。びっくりした。あれ、くん、早っ。おいおいおい、よいしょ。最初、最初ですよ。意外と小松菜、小松菜大好きです。あられちゃんで一番の大好物ですよ。変温動物ですか。寒いと変温動物なんで、そう、ずっとヒーターつけてます。なんか前髪やばい。小松菜エアバランス、うん、読まない。漢字が苦手なんです。そう、小松菜めっちゃね、栄養豊富なんで。
あれちゃんずっと同じとこ見てない、怖い怖い。菜食主義だよね。そうなんですよ、一匹だけ、一匹だけです。でもお父さんが最近ハマり始めて、もう一匹買ってもいいなとか言ってますけど普段は水槽に入れてるの、水槽っていうかその、まあ、水槽みたいなやつなんですけど、爬虫類専用のやつに入れてます。水槽でもしてたの、なんか変な格好してたしんのすけさんありがとうございます。雪の化粧、こんにちは、こんばんは、こんばんは。かっこいいよな、かっこいいやって、よかったやん。あられ遊びに来ていらっしゃい。まだまだ大きくなるのどうやろう。でもトカゲ、あ待って、やばいは入れ物に比例して大きくなるらしくて、どうなんですかね。こんばんは、こんばんは。あの夢の爬虫類カフェか、 NMB よく NMB が昔ロケしてたよね。行きたいんですよ、めっちゃ。 YNN さんにお願いしてみようかしら。なんやろ、腹なんやろ。あれちゃんどこ見ているんでしょうね、気になるね。どこ見てんのやろ、お腹パンパンやばいですよ。はじめましてはじめまして、おとなしいね、おとなしいですよ。重いね、多分トカゲの中で重たい方です。あられちゃいますよ、あられちゃん。おりやって、こんばんは、こんばんは。何番のロックスターかな、ロックスターっていうんかな。そう、行きたくて。来年1メートルくらいになるかな、なるかな。さすがにそうなったら怖いな、ちょっと歩くの早いね。ミルワーも触れますか。触れますよ。そうそうしない、そうそうって何あれこの前しましたあれちゃん正面から見たらカエルにも見えなくない。まあ同じ爬虫類ですから。めっちゃカエルやなお腹あったかいね、プニプニしたくなるね。プニプニしてますよ、めっちゃ可愛い。名前の通り成長して、あがしっかりした感ね、ここが。あられのキャタンが好き、めっちゃ嬉しい。あられちゃん美容室行くのか、美容室美容室美容院か、美容院行くピカが爪を切ってあげます。ゆきのちゃんのインコに合わせたい、どうなんやろな。鳥とトカゲってどうなんやろこんばんは、こんばんは。あられの主食は大体小松菜ですそれ餌あげるからです今来たけど本物、本物ですよ。可愛いでしょ。あ、下降りてた。あられちゃんおとなしいね、おとなしいですよ。もうそろそろ戻してあげようかしらインコ捕食されそうどうやろう。平均寿命10年ぐらいって、じゃあまだまだ一緒です。あられとはカビゴになっちゃうよって。1年で40センチぐらいになるんか。40センチでもどれぐらいやろ今でも結構今でかいかも。向こうにじゃお話し会できんな、できひん。餌は毎日か何日あげてるの。毎日あげてますよ、朝と夜と。花キノコ取った、取りましたよ。いつも脱皮の時期になると花えのきかなが出てきて、あれあれ、はずいはずい話しとこう。お腹まんまろ、かわいい、かわいいですよね。あごひげっていうかチクチクしてるね。そう、でもチクチクしても、でも結構根元の方が柔らかいからふにゃふにゃしてるかも。めっちゃ元気やな、元気ですよ。こんばんは、こんばんは。引きが電球ば反らないですねミールワームって生き餌？え、待って、最悪、うんこちょっと待って、最悪よかった、ピカの目じゃなくてちょっと待って、
く早くでさ。やめて。ごめんなさい。ちょっと待って最悪。暴れ待ってます。あれ最悪。ちょっと待って、ちょ、カンペットのやる、カンペいて。最悪最悪最悪。ちょっと待って、お尻拭くからちょっと。ちょっと待って、あらゆちゃん一回下に置いてきていいですか。あらゆちゃん下置いてきます。ちょっと待って、ちゃんと待って。あ、普段そんなことしないじゃない。ちょっと下に置いてきます。あらりちゃん下に置いてきます。あられ片付けます。やだ、こんな姿見られるの。はい、片付けました。ちょっとやばい、恥ずかしいな。いや、一箇所で終わりました。大丈夫です。皆さんごめんなさい、こんなお見苦しいところを見せてしまって。一応アイドルの配信です。いや、一応ほんまにアイドルの配信です。ちょっと待って、マジで手に、いや、笑ってください。どんな、いやー、ちょっと、いや、お食事中の方本当にごめんなさい、本当にごめんなさい、ごめんなさい。本当にお兄さんバラありがとうございます。本当に本当に最悪。なんでいつも知らんのに今日このタイミングで。後で消毒しよう。あ、ごめんなさい。ちょっと、ありがとうございます。ついつい。本当にごめんなさい。こんな一応アイドルです。一枚。マネージャーさんに怒られへんかな、大丈夫かな。熱っ、熱い。ちゃんと落とした。ちょっと落とし、やりピッカ頑張って大きな声出したけど、やっぱ聞こえてましたか。
またでもね、また連れてきます。次は入れ物に入れて連れてきます、ちゃんと。やばい、ケビン映像総局に一生残るかな。配信終わったら連絡来そう。いや、やばいよ、これ切り抜かれる。いや、マジでやばい。なんで今日で、今日でこんな。しょうがないもんね、動物だもん、動物だもん、しょうがない。しょうがないよ、ごめんなさい、本当にごめんなさい。最近あられちゃんよく水を飲むようになっちゃったんです、言い訳。ごめんなさい、本当にお見苦しくて。本当に臭くないの？臭く、今すぐ取ったから大丈夫です。ああ疲れた。小松菜の匂いしてしない。でもトリアル。ちょっと待って。ああ動物の蜜を蜜を。そうそう、みんな生きてるから気にしない。ありがとうございます、その言葉が本当に救いです。ずっと疲れた、疲れました。ストミさん、バラありがとうございます。お疲れ様、ありがとう。運が悪かった、運悪かったです。笑い疲れしてる。びっくりした、こんな1351人見てて。あのこの大勢の前であられさんが粗相をしてしまって誠に申し訳なかったです。あとと共にピカルのイヤーが笑うと。聞こえてたか。頑張って乙姫代わりになろうとしました、山本です。うんうん、お料理配信しなくて何より よかったです。これから運がつくよ、運つきますように。慌てるピカルが一番面白い。ほんまに、おやすみ、おやすみ。ありがとうございます、こんな配信を見てくださって。でも謝罪会見か。はい、謝罪会見です。カビゴが無事なのが何より救いだに。いや、ほんまです。何よりアレちゃんが元気に育ってやることを知るってよかったよ。ありがとう、乙姫顔と姫になろう、なろうと思ったんですけど。元気でいいじゃない、元気でよかったです。次あられちゃん出てきたら否定してます。状態を確認します。ほんと姫あら、1300人の目撃者がいるよ、ほんまに。内装と姫、ほんまに死ぬな。マジで神回やな。神回ですか、頑張ってください、ありがとう。パワーワード、おとひめピカル、パワーワード。笑いの取れる相方、いや本当に笑いの取り方よ。ふんふん、黒糖や黒糖。織姫じゃなくて乙姫。織姫に戻ります。あ、待って、ありがとうございます。見えてなかったよな。本当にありがとうございます。ちょっとケンさん、ありがとうございます。見なかったことにしてください。おて織姫じゃなくて、おて本当におもろい、そのコメント。ベイさん、星ありがとう。運動祭り、本当にやばいです。織姫ならぬ乙姫、本当に恥ずかしい。笑いすぎて寝れない、腹筋割れる。本当に
もうキボピカは頭を抱えております。我慢した後の暴れ具合おもろかった、本当にやばかった。急に走り出すんですもん。伝説の配信ありがとうございます。本当に本当にピカはこれはこの話は墓場まで持っていきます。うん、よく見れてよかった、見れてよかった。汗っておと姫、本当にあれ美味しかった、美味しかった。今日来てよかった、よかった、ありがとうございます。待って、これでショールームのフォロワー減ったらどうしよう、ツイッターのフォロワーも。ごめんなさい、不快に思われた方本当にすいません。忙しいの、あれほんまに忙しいです。本当に見えてないだけよかった、よかった。あれちゃんもう一個しよう。あ、待って、もう声に出しちゃった。ごめんなさい、大丈夫、大丈夫、ちょっと多分そうです。織姫に戻れますように、織姫に戻ります。ちゃんとちゃんと学校外だってよかった。この後スケジュール決まったね、部屋の掃除。部屋の掃除本当にやばい。あれちゃんってなんか、うん、好きそうだもんな。確かに持ってるもん、うん、出る勢いがすごかったもん。本当にびっくりしました。減らん、減らん、ほんまに、むしろ増えそう、むしろ増えるかな。増えたら待って、ブッホーって初めて見た。コウさん、あとワクポンズさん、ありがとうございます。明日のトップニュース、ヤフーの。あーやばい、ピンチはチャンス。確かにこれは増える一方でしょ、本当にそれだといいです。これはヘラン、ヘラン間に合かった。伝説の魚外配信に逆にフォロワー増えそう、増えるかな。こんばんは、こんばんは、ファイトありがとう。まさに目撃できてラッキー、ラッキー。手の上とかじゃなくて成り味です、よかった。じゃあちょっともう55分なんで、ちょっとランキングを読ませていただきたいと思います。13位構造さん、ありがとうございます。12位ゆいちさん、あとマイティームさん、ありがとうございます。11位マー君さん、ありがとうございます。10位ケンちゃんさん、ありがとうございます。9位ツーヨーさん、ありがとうございます。8位お金持ち先生さん、ありがとうございます。7位ケンさん、ありがとうございます。6位まさしさん、ありがとうございます。5位あきちゃさん、ありがとうございます。4位富士さん、ありがとうございます。3位 J さん、ありがとうございます。2位しんのすけさん、ありがとうございます。1位こうさん、ありがとうございます。本当に明日からは切り替えてまた配信をするんで、また見に来てください、お願いします。ということでね、じゃあもう今日は切りたいと思います。皆さん見に来てくださってありがとうございました。これからも良ければ見に来てください。あ、待って、お、すごい、なんかベイビーベイビーチャ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 トトトトイトイトイバラデータタバババもうちょっと踊ります。ありがとうございます、もふにさん、ちょっとシュート消毒してないします。ということで終わります。ありがとうございました。またお願いします。バイバイ。